スコット・ボラス、スコット・ボラス、スコット・ボーアス、1952年11月2日体は、アメリカメジャーリーグを中心に手掛けるスポーツエージェント、カリフォルニア州サクラメント出身、多くの高額契約を締結してきたことで知られる。ボラスは、シカゴ・カブス、及びセントルイス・カージナルス参加のマイナーリーグチームで、主に二塁手、三塁手としてプレイしていた経験がある。 1976年には、フロリダステートリーグのオールスターにも選ばれたが、結局メジャーリーグには昇格できず、AA 以下、4年の現役生活の後、膝の悪化を理由に、引退、3度にわたって、手術を受けてる。マイナー通算成績は371試合出場、打率、288、5本類打、79打点。パシフィック大学、 マック・ジョージ法科大学院にカブスの援助で進学し医学訴訟を専攻。工業薬理学の博士号も取得。その後医療加護に特化したシカゴの法律事務所に勤め、かつての同僚がメジャーリーグに昇格する際に代理人を依頼してきたことを契機にスポーツエージェントとしのキャリアをスタートさせる。最初の巨額契約となったのは元同僚のビル・コーディルが1985年に トロントブルージェイズと結んだ750万ドルの5年契約だったコーディールはその後3年で県部設営のために31歳で引退。ボラスはスコット・ボラス・コーポレーションを運営しており元メジャーリーガーを雇いアジアやラテンアメリカへスカウトとして派遣している。彼のオフィスは3階建てで10のサテライトラジオ受信機32のテレビ受信機43の机 50のコンピューターと70の薄型テレビが置かれており、キッチン、洗濯室、ジム、シャワー、5つのテレビラウンジと15フィートの人口の滝と加工が口を開け、バーベキューもできる。フロリダのネープルスにも別室を2つのスイートルームをレンタルしている。従業員数は大体45人で、職種は会計、弁護士から選手のケアを行う個人トレーナー、 スポーツ心理学者、この分野での権威、ハービー・ドーフマンまで幅広い。ボラスはとにかく情報を重視しており、各選手ごとにデータをまとめたファイルを作っている。中でも、アレックス・ロドリゲスの遺跡の話が出た際には80ページに、渡る資料をまとめ上げた。特に小資料は、あの MLB 市場に残る、巨額契約を支えた歴史的価値があるものとして、野球殿堂に寄贈されている。 またシーズン中は30分に一度はクライアントの成績をオンタイムで受け取っており、従業員の中には毎日スポーツの試合をすべて見て、その結果をボラスに伝えるだけの役割の者までいる。クライアントには多くの有名メジャーリーガーがおり、アレックス・ロドリゲス、ノマー・ガルシア・パーラ、グレッグ・マダックスらが含まれる。契約代行に際してボラスは締結した年俸の5%の 手数料を取っている。高額な請求を出すことですでに有名となっている。ボラスは自身の名前が選手のマーケティングで表面上に出るのを避けるために別社、インパクトマーケティングを設立している。松坂大輔のエージェント業務を手掛けるため、そして今後の日本からメジャーへ渡る選手からの依頼を受けるために東京にも事務所を構えて活動している。 2009年4月9日に交通事故で亡くなったロサンゼルス・エンゼルスのニック・エイデンハートの代理人でもあり、記者会見では大粒の涙を流した。二人の息子も野球選手であり、長男シェーンが2008年のドラフトでカージナルスから35巡目で指名された、入団せず南カリフォルニア大学に進学。また、次男トレントも2011年のドラフトで、 ミルウォーキーブルワーズから30巡目で指名された。最初に手掛けた依頼人のうちの一人、1983年のドラフト1位指名のティム・ベルチャーは、ボラスのアドバイスに従い、ミネソタツインズが出した前年1位指名のショーン・ランストーンと同額の1万ドルを1965年のリック・マンデーから、あまり額が上がっていないことを理由に拒否。 15万ドルのボーナス契約を要求した。このことがきっかけとなり1990年代以降ドラフトで数百万ドルのボース契約を要求することが慣例となった。1996年6月のドラフトでは、マット・ホワイト、トラビス・リー、アトランタオリンピックのスター選手、ジョン・パターソン、ボビー・シー・エイの一巡目指名4選手が、実は、 フリーエージェントの利を取れるという規則上の抜け穴を見つけ出し、ホワイト、あとマイナーリーグで引退は、タンパベイデビルレイズと新人選手としては、史上最高額となる1020万ドル、CA4 シーズンにわたって、リリーバーを務めた後、デトロイトタイガースに移籍は、同じくデビルレイズと300万ドルの契約を結んだ。1997年には、 ニューヨークメッツが1巡目、全体6位指名予定だったリック・アン・キールを代理人がボラスであったことから見送っている。アン・キールはその後2巡目、全体72位でセントルイス・カージナルスに指名された。もう一人のクライアント、JD ・ドリューは当初指名を予定していたチームと契約できず、ボラスは次の候補としてフィラデルフィア・フィリーズに目をつけた。ボラスはチームに対して 100万ドルの要求をしたが、これは結局蹴られ、フィリーズの提案は300万ドル、ドリューは独立リーグで1年間のプレーを4疑なくされた。次のシーズン、ボラスは独立リーグでの経験からドリューがフリーエージェントであると主張したが認められず、ドラフトにてセントルイスカージナルスと800万ドルの契約を結んでいる。2004年にはドリューの弟、 スティーブン・ドリューとジェレッド・ウィーバーがクライアントとなったが、ドラフトでの契約で揉めて2005年へ持ち越しになる寸前まで締結できなかったため、この年はプロとしてのキャリアをスタートできなかった。ドラフトではないものの2006年のポスティングシステムによる松坂大輔のボストン・レッドソックスへの入団交渉においても同チームオーナーであるヘンリーの自家用機で交渉が行われていが、 交渉期限10分前になっても、チーム側提示額とボラス側の要求額には、開きがあり、6年5500万ドルを要求していた、交渉期限3分前で、松坂自身から、金額よりも入団が、先と、ボラスにストップを、けぎりぎりで、交渉成立となった。さらにこの翌年、ボラスは、この際の交渉を引き合いに出し、 ワシントン・ナショナルズからドラフト指名されたスティーブン・ストラスバーグの入団交渉で総額0ドルという史上最高の金額を要求した。ボラスはよくクライアントが望む以上の額の契約を結ぶということでチームの出費高騰を懸念するファンの間で非難を呼んでいる。特にシアトルのファンの間では金でアレックス・ロドリゲスをテキスへ持ち去った男として評判が悪い。 また、高額契約のみに執着しているため、勝てる、チーム、家族のそばに住むといった金額に現れない要素は、おろそかにされることが多い。ニューヨークデイリーのコラムニスト、ビル・マッテンはボラス批判の急先法で、デビル・レイズで2003年には145試合に、出ていたトラビスリーが2004年には高額提示をして、移籍したヤンキーで試合にすら出られない状態になっていると指摘する。また、 依頼人であったマット・ハリントンのように、契約金120万ドルを拒否して、より好条件での契約提示を待って独立リーグでプレイさせているうちに価値が暴落し、契約金ゼロでマイナー契約するに至った例も存在する。これらボラスの手がけた巨額契約のいくつかは繰り返す、怪我のために選手がまともに働けず、チームの足かせとなっているものもある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。